嘘になるか。犯人逮捕はまだなんだ。アバランチの行いに対して。おお、あんたか。何でもやって言うのは。実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくてね。墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようにね。墓地の鍵ってモグヤのとこで交換したよね。やられはしない。
だ。もしかしてエオリス。サボテンだ。アバランチのせいで。また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはもうやめにしようと思ってね。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところにあんたたちが来てくれた。もう自力では無理、女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな。墓地の鍵だ、モグヤに返してくれ。だが私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。 5000？ 金金金。ああ分かった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。ああ嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。お前に売る武器はない。なぜか原因はあっちだから。番組では全いろんな事件のせいで休んでたクラッシュボックス、やっと再開できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。ちー、兄ちゃんみたいに強くなる。あ、クラウド、いいところに来た。今ね、クラッシュボックスをやってたの。一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。Kick!
寒し。沈め。ひょっとして噂の何でも屋さんですか？ああ。自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主に神羅カンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だから、スラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが住民の口が固いのなんの。おまけに私、記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。久しぶりだね、エアリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド。元ソルジャーですごく強いの。これを使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端神羅もしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った、それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。あら、やだ。なに？スラムエンジェル。謎よね。有名だけど誰
誰も姿を見たことがないの。必ず予告状を出してまるで手品みたいに盗むのよ。は、手品師なんじゃない？手品というよりも魔法よ。だから魔女だって噂もあるし。噂でいいなら私だってモンスターが正体だって聞いたわよ。私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど。何でも人助けをしている若い人がいるんです。ここは町内会の建物だよ。記者と一緒に待ってな。悪いようにはしないから。戦争は終わったと思っていたのに。どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通、自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を終わらせたんです？なーに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃談ですか？それとも残した痕跡が？いいえ、奴らのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。かなり手強いやつらしい。それでも行くとは見上げた記者根性で。いや、軽率に踏み込むのは記者失格。裏付けを取って行動が記者の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ、なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。悪いな。よっ、届け。じゃあね。俺の仕事だ。私の仕事もあるでしょ。しまった。私の出番。
すぐさ協力すればでしょ。お任せあれ。せーの、いっけ。どうってことない。